欲望のバージニアは、ジョン・ヒルコート監督による2000脚本は、ニック・ケイブであり、マット・ボン・デュラントの小説、欲望のバージニアを原作としている。出演は、シャヤ・ラブーフ、トム・ハーディ、ゲイリー・オールドマン、ミアはシコースカ、ジェシカ・チャステイン、ジェイソン・クラーク、ガイ・ピアースらである。アメリカ禁止法時代に、バージニア州フランクリン軍で密造酒を売る、ボン・デュラント兄弟が描かれる。 第65回カンヌ国際映画祭でプレミア上映された後、2012年8月29日にアメリカ合衆国で劇場公開された。カッコ内は日本語吹き替え作家のマット・ボン・デュラントは、禁酒法時代に密造をしていた祖父と王子たちの話をもとにした歴史小説、欲望のバージニアを執筆した。2008年に、 プロデューサーのルーシー・フィッシャーとダグラス・ウィックとオプション契約を交わし、映画監督のジョン・ヒル・コートに本が送られた。最初にキャスティングされたのは、シャイア・ラブーフであり、ボン・デュラント兄弟の末っ子のジャック役であった。ハワード役には、ジェームズ・フランコ、ホレスト役に、ライアン・ゴズリング、さらにエミー・アダムスとスカーレット・ヨハンソンが、プロジェクトに参加していた。 当初は、ザ・ウェティスト・カウンティー・イン・ザ・ワールドという題であったが後に、ザ・プロミスト・ラントに変更された。撮影開始は2010年2月を予定していたが、直前の1月、資金難により、プロジェクトが頓んざしかかっていることが報じられた。その後前日の俳優陣の中で、プロジェクトには、ラブーフのみが残留した。ラブーフは、映画、ブロンソンを鑑賞した後、トム・ハーディに脚本を送った。 撮影監督のブノワ・ドゥロームはヒルコート監督にジェシカ・チャステインを推薦した。ハーディとチャステインの参加は2010年12月に報じられ、プロジェクトはベナローヤ・ピクチャーズのマイケル・ベナローヤとアンプルナ・ピクチャーズのミーガン・エリソンから資金提供を受けることとなった。2011年1月、ジェイソン・クラーク、デイン・デ・ハーンがキャストに加わった。さらに2月、ガイ・ピアース。 ゲイリー・オールドマン、ミアは思考スカが加わった。撮影は2011年初頭に、ジョージア州アトランタ近郊、ニューナン、グラントビル、ハラルソン、ラグランジュ、キャロル郡のマッキントッシュパークとゲイ近郊のレッドオーククリークカバードブリッジで行われた。3ヶ月間の撮影中、出演者はピーチツリーィのアパートに住んだ。ヒルコートとドゥロームはデジタル撮影に関して、 ロジャー・ディーキンスやハリス・サビデスに相談した。彼らはアリアルクサデジタルカメラシステムを使うことを決め、ドゥロームは撮影中常に2台のカメラを動かしていた。映画音楽はケイブとウォーレン・エディスが作曲した。サウンドトラック版は2012年8月28日に発売された。第65回カンヌ国際映画祭でのピアース、デファーン、ワシコスカ、クラーク、ケイブ、 ヒルコート、チャステイン、ラブーフ。2011年3月、モメンタムピクチャーズとその親会社のアライアンスフィルムズは、イギリスとカナダでの配給系を獲得した。同年5月、ワインスタインカンパニーが、米国での配給系を獲得し、拡大公開を計画した。2012年3月、タイトルは、ローレスに変更された。2012年5月19日に、 第65回カンヌ国際映画祭にコンペティション部門で上映され10分近くに及ぶスタンディングオベーションを受けた。2012年8月29日水曜、アメリカ合衆国で劇場公開された。配給のワインスタインカンパニーはレーバーデーの週末にかけての口コミ効果を狙った。ロッテントマトズでは196件のレビューで支持率は67%となった。 メタクレッティックでは38媒体のレビューで、荷重平均値は58,100となった。ありがとうございます。